ただいま CD のデュプリケート中です。これが100になると自動で取り出したりするようになります。サイズは182メガです。 CD の約3分の1ぐらいのサイズですね。このように取り出したら滑り台のように排出トレイの方に送ります。そしてまた次のコピーをするようになります。